るよりハンドの方が痛くねえわ。何球か試してみようかな、じゃあ。あれ戻ってたよ。まあサイズがない。ナイス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 ナイあ、全部逆行く。まだよこれ。今日ラッシュ。やばいな。チェンジアップ。まだ待ってる。単純な失速だと思う。叩いて。投げすぎた気持ちの試合前に。ちなみにスライダーはこうやって持ってます。今の良かった。逆にそこ回れ。ただやばい。チェンジ。
ジャンプはもうどこでもいいんで挟んでいただきます。これでサイドだけどこういうイメージで。めっちゃ先手バー抜けた、まっすぐはい、これ大体2試合目なんで、で2試合目で今回先発ですけど大体ショートスターターなんで、練習時間とかアップでは結構投げ込んで体温めて、であと30分後ぐらいに多分また試合だと思うんで直前にもう一回座ってもらって投げてって感じが僕の先発前のルーティンになります。なんでちょっと今怪我明けで久々なんで、まあショートイニングしっかりと打たせてトレーニング頑張ります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。